普通カフェっていうのは自由に気ままに過ごすところだと思うんですけれども、原稿執筆カフェの場合は原稿を書く人だけが入店できる。そして入店すると最初に目標を書きます。この目標を達成しないと生産することができません。監視してるわけではなくて、僕は応援してるんですね。皆さんの作業が終わってほしい。余計なことをしないで、もう原稿だけに集中できるのがいいなと思ってます。この中からどんな作品が生まれているかはわからないけれども、でもなんか世の中にここで書いたものが出てくる、その一つの力、サポートができたというのが、僕の思いですね。